は Inoue Kosei 選手22歳にしてすでに6回目の出場決勝進出は平成10年度そして昨年に続いて3度目です今年こそは挑戦者の気持ちを忘れず優勝を目指しますJudo は Shinohara Shinichi 選手全日本選手権出場7回目平成10年度より3連覇中です目指すはあくまで優勝4連覇を目指し全力を尽くします さあ両選手2年連続3回目の決勝での対戦です篠原選手砂漠出身は宗田さん東海大学の大学院に進むと同時に総合警備保障に就職した井上康生一方旭化成から天理大学の教員に戻ってきました篠原6分間の試合が始まりましたさあまず最初の組手争い篠原は引き付けにかかります篠原の左手強烈さあそしてもう一つ篠原の右手がどうなるかというところですねそうですねまあそれよりも篠原が、井上選手の釣り手を殺せるか、はい、また井上選手が篠原選手の、圧力に負けないで間合いを取れるか間合いですね、はい、そこが勝負の、決め手になってくるんじゃないかなと思いますね釣り手だけでまず支え釣り込み足は篠原です篠原は左手で引きつけようとします、はい、井上は右手で相手を突き放そうとします、はい、まずこの両者の腕の戦いです、はい、そして去年篠原はここから右手も相手の襟を取って両手で引きつけてきました、はい、さあ片手で背負いに行った井上康生両者一つずつ技を出しましたが共に不十分な組手での技です、まあ、篠原に十分にですね右手で襟をに握られるとうまく引きつけられるもんですから、はい、井上はうまくこうさばいてますよね捕らえないようにさあ今は篠原が引きつけていますっ待てがかかりました両者に教育的指導ですさあ井上が今一瞬引き手を取りましたが間合いを保った上でさらに井上が引き手を取った時が、はい、井上康生のチャンスです井上はうまくさばいてますね、はい、さあ篠原が奥襟から手を離しました大外を狙ったさあ今のこの組手は井上ですそうですね井上ですねああ篠原がちょっと釣り手を離しているおここは篠原が技を受けています巷に行こうというところで動きが止まりました篠原選手横から取ってですね、はい、内股透かしを考えてるんですねなるほど、はいまあ、それはもう井上選手 もう知ってますから、はい、なかなかかけないですね、はいはい、さあまた間合いはどうでしょうか今は篠原が引きつけました井上康生がなんとか突き放そうというところ離れた離れて、うん、さあ相手の釣り手を許さずに引き手も取ったさあ内股か篠原はまた内股透かしを狙うか大外大外刈りから巻き込んでいくがダメですさあここは篠原が相手に攻めさせる展開になってますねそうですねちょっと受けすぎてるかなっていう点がありますねもう試合が半分過ぎてしまいましたもう試合のペースは今現時点では井上のペースに、はい、なってますからそうですね篠原はここから圧力かけて押し殺すだけでなく、はい、攻めていかないとダメですねそうですねはいまだ篠原には
支え釣り込み足の、まあ、不十分な体勢での技が一つあるだけです。さあ強烈に左手で引きつけて両襟のあたりを持ってギュッと去年のように引きつけてきましたが、しかし井上康生はまだ体整体したままです。そうですね、このあたりは去年と違うところです。井上康生の成長。さあしかし篠原は前に出ます。押し込んでいった。両者に今教育的指導が与えられているところですが、3分46秒が過ぎました。今日の井上選手の戦い方はものすごくこうあの篠原選手を研究している、はい、まあ、研究してやってきたことを全部出し切っているような戦い方をしてますね、はい、さあ攻めていく。さあ井上がいい動きだ。大外刈り、かわした篠原、背負い投げ、これもしのぎました。思わず場内大きな拍手です。残り2分を切っています。さすがの井上康生もかなり息が荒くなっている。しかし今の連続技、大外刈りも強烈でした。そうですね、いいタイミングだったですね。はい、相手の襟を一瞬引きました。あくまでも井上は相手の袖を取りたい。強いうちの篠原さんに勝ちたいと言っていた井上康生、今日は素晴らしい試合展開。さあしかし篠原もよくここまで受けています。今度は篠原も攻めなくてはいけません。ああ、潰していく。ぶら下がるようにして背負い投げをかけていった井上ですが、寝技で圧力をかけます。井上康生も言っていました、ただパワーがあるだけの相手なら苦労はしません。まあ篠原はうまさもあるわけですよね。そうですね、ですけども、井上選手はうまくしのいでますね、はいはい、篠原はですね、もう少しもう強引にでも取りに行かないと、組みに行かないとなかなかチャンスは来ないですね。残り1分でかけた大内刈り、篠原ぐらついた。残り50秒も切りました。両者ポイントなし。大外行く。井上康生、今日は互角以上の展開でここまで戦っています。内股をかわす。待て、残り34�秒。去年の今頃はもうかなり反則を取られていました井上。今日は共にポイントなし。3回目の対決、ますます両者の実力の差は埋まってます。残り30。ああ、背負い投げダメです。体落とし気味に井上康生が技をかけていきます。篠原ほとんど技らしい技は出ていません。残り20秒。さあこのまま旗判定になるともしやという結果もあります。技をかける井上ですが、残り14秒。篠原はうまく間合い取られてますね、はい、ですからそこから攻撃していってもなかなかかかんないですね。さあもうほとんど時間はありません。このままいけば旗判定。ここで試合終了。井上康生は笑顔で試合終了を迎えました。思う存分技をかけた井上康生、対する篠原はうまく間合いを取られてほとんど技が出ませんでした。赤上がれば井上康生、赤3本、井上康生初優勝。21世紀最初のチャンピオンは井上康生。篠原4連覇ならず。世界王者井上康生が日本の無差別で戦われる全日本選手権で初制覇。旗判定は3対0。これでオリンピック、世界選手権、全日本選手権3冠を達成した井上康生です。
終わった時の表情が非常に印象的でした。井上康生、達成者を達成した井上康生にこれからインタビューです。それでは初優勝の井上康生選手に話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございました。何としても欲しかったこのタイトル、篠原選手に勝って取りました。どんな思いですか？ずっと篠原さんを目標にやってたんで本当に嬉しいです。今日は決勝戦、どんなことを考えていったんですか？もう自分の力を信じて思い切りいくだけだったんで、まあ、本当に嬉しいです。内容としては非常に積極的な柔道でした。満足ですか？そうですね、まあ、本当に僕の中では最強だった篠原さんだったので、なんとか、まあ、少しはいい柔道ができたんじゃないかなと思いますけど。最後終わった瞬間に思わず笑みがこぼれました。終わった瞬間に勝ったという思いはありましたか？いや、まだ判定が終わるまで分かんなかったですけど、まあ、でも自分の力を出し切ることだけ考えて、まあ、出し切ったんで、そのような表情になったと思いますけど。これで世界選手権、オリンピック、そしてこの日本選手権と全て取りました。世界選手権に向けていい弾みになりますね。そうですね、はい、頑張りました。世界選手権に向けて抱負をお願いします。また一からやり直して世界選手権に向けてまた頑張っていきたいと思います。本当おめでとうございました。井上康生選手。